ダイアン・リーブスはアメリカ合衆国のジャズ歌手。ミシガン州でトロイと生まれ、アルバムよりライブでのパフォーマンスで知られる。D.D. ブリッジウォーター、ダイアナ・クラール、カサンドラ・ウィルソンと並んで、現代最も重要な女性ジャズシンガーとみなされている。ダイアンの家族は音楽一家で、彼女が2歳の時に亡くなった父親も、歌手、母親はダス・ワンソンはトランペット奏者だった。 いとこのジョージ・デュークはよく知られたピアニストでプロデューサー。ダイアンと姉妹のシャロンはコロラド州デンバーの祖母の家で育った。子供時代、ダイアンはピアノのレッスンを受け、あらゆる機会に歌を歌った。11歳の時、音楽が生徒を最善の道へ導くと教えている教師によってインスパイアされ、彼女の音楽への関心は高まった。ダイアンは音楽の中に愛を見つけ、 歌手になりたいと思った。デンバー交響楽団の金管楽器奏者だったダイアンのおじ、チャールズ・バレルはエラ・フィッツ・ジェラルドからビリー・ホリデーまでジャズシンガーを彼女に教えた。ダイアンは特にサラ・ボーンに感銘を受けた。いずれも最優秀ジャズボーカルアルバム賞。ありがとうございます。